はい、というわけでカラオケ招き猫伊勢崎モール店に来ているんですけれども、ここではなんとダンスアップデモネーションができるということで来てみました。そしてですね、なんとトリプル A 以上を出すとアマゾンギフト券500円分がもらえるということでね、今日はそれを狙っていきたいと思います。はい、まずですね、先ほどアマゾンギフト券をもらえる条件、トリプル A 以上というふうに言ったんですけれども、実はアンケートに答えるだけで500円分のアマゾンギフト券がもらえます。そしてトリプル A のリザルトの写真を提示すると、さらに追加でもう500円アマゾンギフト券もらえるって感じですね。トリプル A を取る難易度は何の難易度でもいいということになってますが、そもそも遊べるのがレベル7のベーシックまでだったので、DDR ガチ勢のためのっていうよりはどっちかっていうと、DDR 初心者とかまだやったことない人向けのサービスだなっていう感じでした。選べる曲はかなりいっぱいあって、なんなら本家の DDR より半券曲、有名曲いっぱい収録されていました。なので音ゲーのオリジナル曲全然知らないよって人でもめちゃめちゃ楽しめると思います。ベースとなっているソフトウェアはアーケード版ではなくコナステ版で PC 版の DDR のものとなっているんですが、コントローラーがもうゲーセン版、アーケード版とほぼ変わらないような本格的なコントローラーになっているので、ほぼほぼアーケードと同じようなプレイできるんじゃないかなと思いました。ぜひダンスダンスレボリューション始めてみたい人とか、個室でちょっと練習してみたい、始めたばっかりの人とかは、ぜひカラオケ招き猫伊勢崎モール店さんに行ってみてほしいんですけれども、ごめんなさい、僕がこのキャンペーンの情報をつかむのが遅れたのと、編集が遅れたのがあって、なんか今日までらしいんですよね、どうやら。好評だったら期間を延長する可能性とか、他の店舗でやる可能性とかもあるらしいので、なんかもしそういう情報をつかんだら、この動画の概要欄に追記しておきますね。はい、というわけで PFC で AAA を達成することができました。アンケートの分と合わせて Amazon ギフト券合計1000円分もらうことができました。今回ワンオーダーの唐揚げとカラオケルーム1時間30分分の利用料金合計で1000円いってなかったので、もらった分の方が多いっていうめちゃめちゃお得な感じになりました。音ゲーうまいとこういう時に役に立ちますね。というわけでこの辺で動画終わりたいと思います。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。